そしたら、こんな感じ。おっと、また映らないぞ。やりにくい。折りました。これ、下の部分ですね。こんな感じになっている。ここから編んでいきます。ここは普通に10号針で編もうと思います。8号針でも可愛いかもしれないんですけどね。今回は10号針で編みます。で、糸を持ってきて、最初の頭の部分、ここに、スポン。これもともと鎖編みの部分なので、ちょっときついかもしれないんですが、頑張って入れます。はい。そして、ここに入れたら、今踏んでてますね。ちょっと短かったかな。はい、こんな感じに出たら、立ち上がりの鎖編みを3回します。1、2、3回。そしたら、次の目に長編みです。長編みはかぎ針に糸を引っ掛けてから次の目にかぎ針を入れて持ってきて、でこの左側の2本だけを引き抜いてもう一回引き抜く長編みです。これを長編みを全部の目でやっていきます。かぎ針に糸を引っ掛けて次の目に入れて、そして持ってきて左側に目だけを引き抜いて、さらに2本を引き抜く。これを一つずつやっていきます。よいしょ。あ、ちょっと、はい、今ぐーっとここまで編んできました。そしたら平然とまた続きを編んでいきますね。こっち側の身ごろになっても続けて編んでいきます。ここね、よいしょ。で、ここはこんだけ開いてるんですが、ここまで、あとで裏、ここは閉じていきますので、こんなにビヨーンと開くことはないです。で、ご安心を。そして、ずーっと、わーって編んで、こっち側も平然と編んで、最後まで、ここまで来ます。長いですが。はい、ここまで、全部、バーっと長編みを編んできました。最後まで来ました。そしたら次の段に行きます。次の段ではボタンホールを作りたいと思います。鎖編み3回します。1、2、3、そしてひっくり返します。ひっくり返したらこっち側にボタンホールがある場合はすぐにボタンの穴をボタンホールを作ります。その場合は、鎖編み3回してひっくり返したら、まず、ここに根元の目がありますね。で、次がここ。この次を、裏引き上げ編み、長編みの裏引き上げ編みを編みます。まず、かぎ針に糸を引っ掛けてから、普通はね、ここに目を入れるんですけど、ここではなくって、引き上げ編み、裏引き上げ編みは裏側からここから出して向こうに出す。こんな感じでかぎ針を入れます。そして糸を横から引いて持ち上げる。
で、ちょっと引っ張る。そして普通にここで長編みを編みます。これが長編みの裏引き上げ編みです。そしたら、こっちにボタンホールがある場合ですね。同じ目に細編みを編みます。同じ目です。今、裏引き上げ編みをしたこの目の頭、ここに細編みを編みます。で、ちょっときつめに編みます。そして3目鎖編みをします。そして1、2、3個開けて、4つ目に細編み、きつめの細編み。そしたらさっきと同じように、同じこの目に長編みの裏引き上げ編みをします。さっき細編みをした目ですね。おっとっと、で、こう引っ張る。そして長編みを編む。こんな感じになりました。そして、次が、次の目で、今度は表引き上げ編みをします。今度表は、ここがさっきの目ですね。次の目の前から、この柱をすくいます。で、横から上に持ち上げて、長編みを編む。はい。これが表引き上げ編みです。長編みの表引き上げ編み。これを交互にしていくので、次は裏です。裏側から入れて、持ってきて、はい。次は表。で、次は裏。こうやって編んでいきます。で、最後まで編んでいくんですが、今回私はここにボタンホールがないので、反対側で、これをやりたいと思います。なので、もう一回ほどいて、裏引き上げ編みまでは同じですね。次の目の裏引き上げ編み。で、ここは最初はずーっと普通に表、裏を繰り返して編んでいきます。表、次は裏。ホールがないのでね。こんな感じで線がこう出てくる感じですね。これをずーっと反対側まで編んでいきます。ガーッとまで編めましたね。こっち側に、ボタンホールを作らない場合はこのまま最後まで行ってください。で、ここから私はボタンホールをつけます。残りの1、2、3、4、5、6、6個残ったところですね。ここで次が、ここが表なので裏をやります。裏引き上げ編みを編んだら同じ目にここですね、細編みを編みます。細編みちょっときつめにして、で、鎖編みを1、2、3、はい、3目編んだら次の1、2、3目を飛ばして4目目に細編みです。そして同じ目に裏引き上げ編みの、長編みの裏引き上げ編みですね。そしたら最後、この鎖編みの3目目に細編みを、あ、じゃないです。長編みを編みます。こうですね。はい。これで下の部分の2段目ができました。はい。そうしたら、あとは最後の段、
3段目はずっと同じように裏と表を繰り返していきます。鎖編みを3回してひっくり返しますね。そうしたら、こうやって見た時にもうすでに表になってますね。さっき裏だったところが表になってラインになってます。ここに同じようにこう表引き上げ編みを編みます。でここはいきなりボタンホールなので、ボタンホールの時は、ここと同じようにそのままかぎ針を入れて3回長編みを編みます。1、2、3。そして表引き上げ編みを編みます。表引き上げ編み、そしたら次は裏ですね。裏、そして表、これを繰り返していきます。ずっと最後まで繰り返します。できました。でカットして、あとは板処理ですね。キュッと、最初と途中で糸を変えたので、そこと最後の糸処理をしていきます。はい、そしたら、ここ、脇と、脇から、脇腹ここの部分と、肩の部分と、縫っていきます。裏側から、縫いますので、裏にして、いきます。で、クリップを取りますよ。まずは脇を縫おうかな。糸を持ってきて、とじ針で風になっているので、こことここを揃えて、こっち側も揃えて、こうですね、こうしてここ同じところにもう一回入れますね。で、ここからザクザクと編んでいきます。
できました。そうしたら、よいしょ、糸処理をします。ザザッと、あんまり表側に響かないように、そしてちょっともうちょっとくぐらせて、あれ、よいしょ、あんまりキュッてなってたら引っ張って緩めてから、反対側に違う穴からね、よいしょ、できた。そしたらこっち側も塗ります。こんな感じですね。で、こっちが反対側も同じようにやります。では肩もやりましょうか。肩もね、こうかな、こうやって開いてるので、こういう感じで、こんな感じで穴を塞いでいきました。で、閉じて、根元でカットして、反対側も閉じます。はい、こんな感じで肩の部分もできました。どこだどこだ、ここか。はい、で反対側も同じようにやっていきます。こっち側もね、はい、全部つなげました。つってないけど。続いてボタンをつけていきたいと思います。基本的にはこのボタンホールをつけた段のところでつけるんですけど、数えるのがちょっとめんどくさいので、こうやって当てて入れたいと思います。まあ多少は数えますけどね。こんな感じで、付け方のルールはないんですけども、例えばこの真ん中につけますね。ここにつけよう。そうしたら段を、まあ、段を数えてもいいですが、ここね、ここなので、こんな感じで糸を入れたら、ボタンを通して、よし、取れないようにすればいいので、糸につけていきます。よいしょ、
で、何度かやったら、後ろ側から通して、糸をカットして、もう一回結ぼう。はい、そしたら糸をくぐらせて、糸処理をします。こんな感じでボタンをつけます。で、全部のボタンホールのところにボタンをつけていきます。はい、できました。じゃじゃーん、全部ボタンがつきました。これはなんか今回この糸すごい正解だったと感じています。いろんな色の糸が出るといいですね、ケーク。あとは、このボタンの位置ももうちょっと幅を広げてもいいかなと思いました。こことかめっちゃ近いですもんね。うん、ここなしでとかもありかなと思います。あとは大人サイズなど、やってみたいんですが、まあ慣れてる方はアレンジしてやってみてください。それでは最後まで見ていただきありがとうございました。皆様良いお年を。じゃあねー、バイバイ。